3年経ってまた登場。おはこんばんは、皆さん、どうもミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、出ましたね、3年ぶりに。何かというとこちらでございます。じゃじゃん、ラブライブウエハース5ってなった人もたくさんいるんじゃないかなと思いますが、なんでこのタイミングにミューズが来てるか。私の予想では、今年中に新しいラブライブのゲームが、リズムゲームが出て、それが要はミューズ、アクア、虹ヶ崎の3チームというか3グループ。まあ、虹ヶ崎はあれソロらしいから、ちょっとまだ詳しく知らないんだけども、みんながこう夢のコラボみたいな感じで、アニメからはちょっとずれた、また別のパラレルワールド的なストーリーで、スクールアイドルのゲームができるわけなんですけども、だからこのタイミングで3年ぶりにミューズのウエハースが出てんじゃないかなと思って、いました。はい。ミューズのウエハースが3年ぶりに新登場。メインとなるブロマイドカードには、新発録のスノーハレーション衣装の9人に加え、ハッピーメーカーだっけ？ハッピーメーカー懐かしい！ハッピーメーカー衣装の、ミューズを収録。ビジュアルカードには、ノーブランドガールズ、僕らのライブ、君とのライフ、おー！制服のイラストを収録した全26種プラスレア9種のバラエティ豊かなラインナップです。今回のレアカードには7色に輝くホログラムゴールド箔が実地された豪華な仕様で、両面フルデザインのメタリックプラカード仕様ですということでございます。ありがとうございます。バンダイさん、ありがとうございます。パッケージ今回3種類でございます。はい、まず1つ目のパッケージはスノハレでみんな9人がいるパッケージでございます。で、もう2つがこれ繋がってるデザインで、こういうデザインなんですよね。これ大好きなんだけど、 いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか久々に目覚めた感じがします。お帰りでね。最後のミューズのウエハース紹介して動画は出しているのかちょっとわかんなかったから調べたんだけど、あっ、2016年の4月2日に公開しております。ということでね、では後ろ見ていこうか。全26種プラスホロハクレア、ブロマイドカード9種カッコスノーハレーションホログラムゴールドハクバージョン、ブロマイドカード9種カッコスノーハレーションバージョン、ブロマイドカード9種ハッピーメーカーバージョン、ビジュールカード8種ということでね。私ノーブランドガールズきっかけでミューズ好きになったというか、ラブライブ好きになったんで、ただね、ハッピーメーカー好きだからな。まあ、とりあえず何着ても嬉しいわ。ただ、まあここはね、ニコちゃんとマキちゃん当てて、最後にまあみんながいるやつ当てられたらなと思います。スノハレの方からいきます。いきますよ。今が最高。じゃあいきます。見ます。3、2、1。ミュージックフォーエバー。おー、すごい。すごいじゃん。一つ目は、プランタンね。これ何カード？ビジュアルカードかな？で、後ろはこんな感じでございます。やっぱソロも嬉しいけどさ、こうやって3人ぐらいいるとさ、いいよね。ユニットカードもすごいいいよね。じゃあ次行こうか。こっち行くわ。じゃあ2個目。今が最高。はい、こんな感じです。じゃあ見まーす。3、2、1、ミュージックフォーエバー。おお、はい、ということで、2枚目は、これはどういう組み合わせなんだ？ごめんね、ちょっとここら辺は詳しくない。ここら辺何の組み合わせかとかちょっとわかんないんだけども、のぞみちゃん、うみちゃん、えりちゃんの3人でございます。僕らのライブ、君とのライフの衣装だよね、これ。後ろはこんな感じです。ラブライブって書いてありますね。じゃあ3個目。開けまーす。じゃあ行きますよ。ニッコニッコニー。うわ、久々に言った。何回はすっごい久々に言った。ここはもう、白押しでお願いします。いきます。見ます。3、2、1、ミュージックフォーエバー。おお、おお、おー、すげえ。てか、ちょっと待って。マキちゃんとニコちゃんが来てないんだけど。これについて3時間ぐらい会議しないとダメだと思いますよ。なんでだろう。まあいいや。最後は、小鳥ちゃんのスノハレのホログラムゴールド箔が押してあるめちゃレアなやつでございました。すごい！それも最後にこれを持ってくるあたりで持ってる。押しは出なかったけど。で、後ろはこんな感じ。全身が映ってて、アニメのワンシーンで、ここにプロフィールでしょうかね。あ、違うわ。歌詞だ。スノハレの歌詞が書いてあります。はい、ということでですね、本日は3年ぶりとなるラブライブウエハース5を開封したという動画でございました。推しの2人は出なかったんですけど、
すごい楽しかったし、あとでもホログラムが出たこの方がいいよね。これめっちゃキラキラしてるからね。ということでね、気になった方は全国のお菓子売り場等で売ってると思うので、ぜひぜひ買ってみてはいかがでしょうか。ということで最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、アラーム設定、この動画の評価よろしくお願いします。このメインチャンネル以外にもラブライブやゆるい動画を上げているミッキーアフタースクール、ゲーム専門チャンネルのミッキープレイルーム、ラジオ専門チャンネルのミッキーさんのラジオ部屋、ミッキーのツイッター、インスタ、公式グッズ、すべてのリンク動画概要欄に載せてあるので、そちらからぜひぜひ覗いてみてください。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。届けて切なさには名前をつけようか、スノーハレーション。君と終わらない歌。